はい、NHK をぶっ壊すということで、喉がおかしくて申し訳ないです。2022年6月26日朝11時8分です。昨日ね、ちょっと大声で、演説したために喉が完全におかしくなってますが、まあ、これはこれでいいと思います。で、今朝の日曜討論、NHK の番組で幹事長の、まあ、黒川くんがですね、まあ、黒川がいろいろと弾けてたというか、まあ、歌ったりですね、まあ、司会の伊藤アナウンサーかな、島田ちょっとごめんなさい、 NHK の、まあ、進行の方に止められてるっていう動画だけちょっとツイッターで今見ました。で、当然これについては賛否両論あります。賛否両論ないと、まあ、そのまま流れていくわけですよ。で、その当然責任は僕が取ることになりますし、判断は国民の皆さんになります。もちろんね、誰かを傷つけた、まあ、もちろんその、綾野剛さんが今日、彼主演のねドラマが今日からスタートすると、で本当にそういう未成年に対してお酒を飲まして淫行までして暴力まで振るった人間がテレビに出てでいいのかと、反省もせずにね事実を隠蔽したそれでいいのかっていうのはすごい大問題なので、これはよく黒川君は言ってくれたと思います。で、その後、まあ、安倍のせいだと、まあ、安倍元総理をねディスってることについては、これはもう彼の思想なので、まあ、それはなんていうのかな、まあ、別に彼が言いたいことを言えばいいと、それで最終的に有権者が NHK 党の判断をしてくれれば、まあ、それはそれで全然いいと思ってます。で、ね、NHK の雰囲気ですよ、あそこでね、僕ね、あれができることがすごいなと、なかなかできないですよ皆さん。黒川君の思想が嫌な人はもうどうしようもできないと思う、それはもう仕方がないです。で、ただあのスタジオの雰囲気、黒川君の、まあ、左側には NHK の関係者とか他の党の、まあ、お付きの人、秘書の人がいてですね、スタジオにはおそらく50人から100人ぐらいの人がいるんですよ。で、めちゃくちゃアウェーなんですよね、あそこアウェー感が半端ないんですよ。で、当然生放送で緊迫した雰囲気の中でね、あれができるっていうのは、僕はやっぱり政治家としての資質はね、どんな思想であろうが政治家としての資質は僕はすごいあると思いますよ。革命を起こす政治家としてのね、これまで通りの政治家、いわゆる右から左へ、去年やってたことは去年、前回やってたことは前回通りというようなですね、そういうありきたりな政治家とは違って、やっぱり革命を起こす政治家っていうのはあれぐらいの努力がないといけないと僕は思ってます。逆に僕にはできないですね、怖くて。テレビ朝日のやる報道ステーション事件も僕結構手足震えてました。怖いんですよ本当に。なんていうのかな、まあ、やっぱりクラス全員からいじめられる感じっていうか、その後絶対嫌われるだろうなとか、いろんなことがあって怖いんですよ。で、ABEX のね、松浦会長がね、立花さんすごいっていうようなことを言ってくれたんですけど、わからない人に勇気みたいなのわからないと思うんですよ。だから黒川君がやったことが全てだかもしれません。内容があなたにとって、皆さんにとって納得できなかったかもしれません。で、それによって NHK 党に入れようと思ってた人がやめた、でも全然それは僕は何の後悔もないし、責任は最終的には党首の私にあるので、そこをこれ撤回するつもりもないし、ただ本当に黒川君のやったことは勇気のある行動で、僕は政治家としては本当にすごいなと思ってます。で、一昨日ちょっとその維新の会の妨害をした、演説の妨害をね、これは僕は維新の会の妨害は、まあそんなことはよくあるんで、維新の会さんにはそこまで悪いなと思ってないです。もちろん維新の会にももちろん悪いんですよ。でも悪いなと思う相手は国民の皆さんなんですよ。維新の会の選挙演説を聞こうとしてる人が聞けなかった、これはもう絶対やっちゃいかんことなんですよ。国民の知る権利を妨害したらいかんのですよね。
だからもちろん昨日実は維新の会の国会議員の人とちょっと話直接話する機会があって、僕が全面的に謝罪したことについては、ありがたかったっていうか、まあさすが立花さんだなっていう評価はいただいてます。ただもう二度とねこういう妨害はしないように指導してますということでご納得いただきました。で本当にここはダメです。僕はこれ黒川君もそれちゃんとやっぱり国民のことを考えないとっていうことを言ったら黒川君もまあ西村人さんもねちゃんと理解はしてくれてましたので今後こういう妨害はないと。で今日の放送についてもまあたかだか1分とかその程度じゃないですか。国民のね知る権利っていうのはまあ NHK の放送でねこれはまあ選挙運動じゃないので何がテーマかいわゆるテーマが外れるかどうかっていうのはこれはちょっとまあ報道ステーションの事件と一緒でねまあ黒川君なりにそれを考えたことなんで僕はそれは全然黒川君の考えいろんな人の考えが世に出ることはいいと思ってるのでそこを咎めるつもりはありません。だから選挙の有権者の知る権利を妨害したことについては黒川君ダメよと。ただ、時に黒川君や西村人さんが言ったことについてはそれは別に発言の内容はね全然いいと思います。自分の主張をどんどんすればいいので、だからこうあっちとこっちと演説すると聞いてる人は聞こえないからそこはダメで今日の日曜討論の発言についても全然不快に思った人もいっぱいいると思いますが勇気は褒めてあげてください。もうねうちのサスケくんが妨害に来てサスケお父さんの YouTube の妨害するのやめてくれるか。この子ねこうやって電話してたりとかやるとねほったらかしされてると思うのか足とか手とか噛んでくるんですよね。サスケサスケくんです。サスケくんがなサスケ YouTube やでサスケこれこっち見て皆さんこんにちはってサスケということで今日はね2時から渋谷のセンター街でですね、演説します。ちょっとこんな声なんで僕ちょっと演説少ないかもしれません。このガーシーのシールですねあとポスターで NHK 撃退シールですねをお配りしますので、ぜひね2時に、渋谷の方にお越しください。以上です。 NHK をベッカース。